共働きを続けたいし、子供にはいい環境で学んでほしい。子育ての中でいろんな悩みがありますよね。そこで寝屋川、待機児童は5年連続ゼロ。アプリで子供の一時預かりがサクッと予約できる。小中学校のエアコン設置率はなんと 100%。 働きやすい、育てやすい、寝屋川意外とすごい。便利は寝屋川にある。京橋へ12分、祇園市場へ35分。寝屋川、便利で住みやすい、意外とすごい。寝屋川市の防犯カメラ設置率は大阪府内でトップクラス。2020年までになんと2000台の設置を予定しているんだ。安心安全、寝屋川意外とすごい。